プリンです。今回なんですけども、ストリートファイターコラボで強化されたナッシュがですね非常に強くなりましたので、ウルトラのサブに入れて遊んできました。で今回はその時の動画にね、まあ一応簡単な解説をつけたりとか、あとねナッシュの性能を見ていきながらちょっとね話していけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。でですね、ダンジョンが今回は壊滅の潮流で遊んできましたね。はい、でよかったらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで早速ね、ナッシュの性能を見ていきたいと思います。ナッシュがですね、覚醒スキルがスキブ、暗闇、雲、帯耐性を持っていて、超覚醒でスキブプラスかお邪魔耐性つけることができます。今までは暗闇耐性しかナッシュね持っていなかったんですけども、なんかね急にたくさん耐性をもらって非常にね強い覚醒スキルとなりました。でスキルがですね8ターンで打てて、2ターンの間ダブル吸収無効、2ターンの間ドロップ操作時間が2倍、自分以外の味方スキルが1ターン溜まるというところで、スキルもね書いてあることが全部強くて、今までねこのスキルって10ターンで打てるスキルだったんですけども、今回ね2ターン短縮されて8ターンで打てるようになったので、スキルがね非常に強くなりました。一応リーダースキルもね確認しておきますと、非光の同時攻撃で受けるダメージが半減、攻撃力が12倍、固定1ダメージ、体力タイプの全パラ 2.2 倍となっております。まあ、リーダーでね使うことはないかと思うんですけども、サブ性能ね非常に強いという感じでございますね。でリアリティがですね星6ということで、今回使っているウルトラとかねロイヤルノーチラスみたいなリアリティ制限があるパーティーにおきましては、星7とかね9は結構ねこう競合が多くて、まあ、なかなかね新しいキャラを選ぶことが難しかったりするんですけども、星6ということで、星6はねそこまで競合多くはないと思うので、ナッシュね選択しやすくて非常に強いと思います。あとは最近のパズドラはですね、火力枠のキャラが結構耐性持っていなかったりとか、あとはですね武器で耐性補うことが増えたりとかしているんですけども、まあ武器もねあの雲とか6の 100% 耐性持ちの武器増えてきてはいるんですけども、やっぱりねその中で使えるものっていうのは、まあ、数はねちょっと限られてきてはいますし、で、まあ、キャラねほとんど持ってるみたいな方であればいいんですけど、まあ無課金とかでねキャラちょっと少なめだよっていうキャラ、方とかはですねなかなか強いこう耐性武器持ってなかったりもするんじゃないかなと思うので、まあ、そういった時にね、ナッシュが1体いれば、まあ、簡単にね、パーティーを組む時に体勢を埋めることができて、強いんじゃないかなと思いますね。で、ナッシュね、なんと交換所にいますので、交換すること可能でございます。なんで、まあ、もし体勢にね、なんだ、体勢武器とかに不安があるよっていう方はね、ぜひナッシュ1体手に入れといておけたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。あとね、今回のストリートファイターコラボは他にもね、体勢優秀なキャラがいて、例えばキンバリー銀作版ですね、この子も交換することができるんですけども、覚醒スキルがねスキブ4つプラス毒帯暗闇耐性持ちですね、超覚醒で雲かスキブつけることができます。さらに L 字消しも持っているので潜在覚醒のねアシスト無効、のやつも振ることができますね。なんで非常に覚醒スキル強いです。でスキルが2ターンで出てて6解除プラス L 字デッキと闇ドロップを生成というところで、まあ、2体でね変換ループできるキャラとなっております。なんでキンバリーもね非常に強いんじゃないかなというところで、まあ、ぜひね1体手に入れ、まあ、1体か2体かなループするし手に入れられたらいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ、この子はね交換できないんですけど、星5のブランカですね。ブランカが毒お邪魔雲暗闇耐性を持っていて、超覚醒で雲耐性作ることができます。バインド耐性がね、超覚醒にしかないので、ちょっと注意なんですけども、ブランカもね、非常に優秀な耐性持ちのキャラとなっております。で、スキルも強くて、2ターンで、99ターンの間、ヒドロップがほんの少し落ちやすくなって、6解除プラスヒドロップ3個生成となっていて、まあ、この子もね、変換2ターンで打てるし、まあ、非常に強いキャラかなと思いますね。はい。で全部ね、貴族性なんですけど、まあ、なんか、非常にいいキャラ、増えましたねっていうところですね。はい。で、そんで、今回一応パーティーも一応紹介しておきますと、ナッシュがね、ダブル吸収対策となっていて、あとはカリンドラゴンがダメージ無効枠プラス火力枠ですね。あと、今回初めて使っている光イザナミ花嫁のやつなんですけども、この子がね、軽減ループプラス、アシスト無効解除の潜在枠を吸っていて、アシスト無効対策となっていますね。
光イザナミね初めて使って、しかも星4だったんでそんなにね強くないかなと思ってたんですけども、経験ループプラスアシスト無効のね潜在触れるというところで、しかもね属性が光、光火なのでウルトラとのね相性も非常に良くて、 L 字消しね確保しやすいので非常にいいキャラを見つけたなっていう感じですね。で、あとはマトリフが操作時間短縮プラス覚醒無効対策となっております。マトリフもね3ターンでスキルが打てるので非常にね強いですね。はい、ということで今回は光イザナミを引きました。なんでこちらのね光イザナミが非常にいきますね。光イザナミって言うけど、これ元は闇イザナミが光になってるんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。イザナミがどっちがどっちか分かんなくなっちゃった。はい、でもしっかりと L 字消しをね決めながら、アシスト無効を解除して突破しに行けたらいいなと思います。しっかりと L 字消し、しっかりとね、火で決めていくというところですね。はい、非常にいいね。はい、突破。次8階ですね。8階は、今回ね名前忘れちゃった、水ということで、まあ、特に問題なく突破していけると思いますね。あとストリートファイターコラボといえばですね、僕まだ実はガチャ引いていないんですけど、皆さんガチャ引きましたでしょうか。新キャラが6体いるのかな。で、確定ガチャで多分2体変えて、2体は交換できるということで、低レアリティのねキャラ2体を引けたら勝ちみたいな感じですね。あとはなんだっけ、一番目玉の竜&誰だっけ、ストリートファイターちょっと詳しくないから、今調べます。竜&剣かなだね、結構強いっていうところで、確定ガチャで買えるんですけど、まあなんかね、2体目出たらラッキーみたいなね、話も聞きましたので、その辺ね、ちょっと引いていきたいなとは思ってるんですけど、皆さんは引きましたでしょうか。U&剣とかね、出た人はラッキーですね。1% ですからね。はい、出た方ぜひ教えてください。あと多分ね、ルークと、違う、ルークも確定で買えるのか。で、多分、キンバリーとジェイミーが交換、ジェイミーが交換できて、で、引かなきゃいけないのがジュリーと、エドモンド・ホンダですね。エドモンド・ホンダはちょっと知ってるわ。見たことある。あと、ジュリーがね、結構強そうで、4ターンでダメージ無効貫通できるキャラなので、1体引いときたいなって思ってます。そんな感じですね。でもね、ちょっと今最近、金欠気味で、まぁ、あ、ちょっとね、浪費が、ちょっと使いすぎちゃったので、まぁ、あ、ちょっと金欠気味でね、給料日を一応待ってから引こうかなと思ってます。はい。引くの楽しみですね。で、そしたらね、とりあえず、とりあえずじゃない、ごめんなさい。解説の方なんですけど、この階層でダメ、属性吸収が効きます。で、次の階層、ゼウスかヘラの階層、マシンのやつですね。の階層なんですけども、属性吸収、ダメージ吸収が続くので、ここでナッシュを打って、次の階層もね、継続させなければいけないというところですので、しっかりね、この階層、次の階層はナッシュ使ったらワンパンしていってください。まあ、そこが注意点ですかね。あとは次の階層でマシンゼウスが来ると、操作時間短縮されますので、なんだっけ、マトリフのスキルをね、貯めておけるといいんじゃないかなと思いますね。ということで、マシンゼウス来ました。マシンゼウスね、操作時間短縮されてしまうので、延長できないとね、ちょっとめんどくさいんですけども、今回しっかり延長できるので大丈夫ですね。しっかりウルトラ使ってワンパンしに行きます。まあ、色決めれば基本的にはワンパンできるかなと思いますね。まあ、色決めるというか、2ウェイで色決めればワンパンできるかなと思います。はい。で、しっかりとパズル決めてますね。OK です。はい。で、次の階層でですね、今回ガイノート引いているんですけど、ガイノート引くとですね、属性吸収で、まあ、ちょっと引っかかってしまうというところで、ナッシュ溜め直しですね。一応ナッシュ8ターンなんですけど、2個前の階層で打っているので、ギリギリ溜まり直すと思います。なんでな、ここでガイノート引いてしまった時は、ちょっと頑張らなきゃいけないですね。あとはマトリフを使ってしまっていて、リンシア引いた時は、リンシアね、覚醒無効をしますので、2ターン、マトリフ溜め直して、そこでマトリフ打って突破しに行く形ですね。リンシア3ターン目に毒花火行きますので、まあ、しっかりマトリフね、溜まり直し、指令使って、倒していくという形が求められるかと思います。はい。ちょっとね、ここ長くなってしまうんですけど、しっかりとパズル決めていけたらと思います。あとですね、今回、サムネイルがね、多分ですけど、いつもね、作っているのと若干変わったようなものになっているかと思います。サムネイルがですね、サムネイルがというか画像編集がですね、やっぱり僕あんまり得意じゃなくて、
まあ、そんなにね勉強もしてこなかったので、いつもね適当なサムネイル、しかもねいつも動画撮って、立ち回り書き出して、その後にサムネイル作ってて、一番最後なので疲れたところでサムネイル作ってるので、結構ね雑になってしまっていることが多かったんですけど、今回はね若干ほんの若干ですけどサムネイルねちょっと力入れて作ってみました。と言ってもねまだ簡単なものなんですけど、どうですかね、やっぱサムネイル大事とは言いつつも、なんかうまくサムネイルね作ってこれなかったんですけど、今回はちょっと、まあ、それっぽい YouTube っぽいサムネイル作ってみました。今まではねなんかこう有名な YouTuber の YouTuber じゃないカズドラ YouTuber のサムネイルをちょっと参考にしながらとか作ってたんですけど、今回はね、まあ、普通にそういうんじゃなくて、まあ、普通の YouTuber っぽいサムネイルにちょっと寄せてみたんですけどね、どうですかね。サムネイル作るの難しくて、よかったらねサムネイルのアドバイスとかも、もうちょっとこここうしたらいいんじゃないみたいなねアドバイスもいただけたら非常に嬉しいですね。なんか文字多くても、まあ、結構文字パズドラの時多めになっていたんですけど、まあ、文字多すぎてもねまあちょっと微妙なのかなと思ってたりとか、あとねやっぱかっこいいものにしたいなっていうのはあって、若干ちょっとその辺今回意識して作ってみました。うん、この動画も実はねサムネイルちょっといいの作りたいなと思ったところから始めた部分もあるので、まあどうかなって感じですね。今回サムネイル立ち回りとか書く前にね先にちょっと作ろうかなと思っているので、はい、ちょっとまあ未来の自分にちょっとかけてというか楽しみにしておいてもらえたらと思います。ということでガイノート突破できました。次ブラフマードラゴンですね。ブラフマードラゴンはまずダメージ無効がありますので、カリンドラゴンを貯め直していくというところですね。赤い服ドロップ消せなくなるので、まあ一応2ウェイで解除していくんですけど、まあそんなにね回復ドロップ影響はないかというところですね。はい、しっかりと解除していきます、まあ、ここまで来ればあとはねボスだけですかね。はい、ルーレット作られますが、まあ問題ないでしょう。じゃカリンドラゴン使ってしっかりと倒していきます。ですね、しっかりマイナスドロップがね結構ある水はあるんですけど、光とねヒドロップは大丈夫なので、まあ、基本的にしっかりと火力出していけるかなと思いますね。はい、 OK 突破です。ということでボスですね。でボスなんですけども、まず1段階目はですね、コンボ吸収というところで、もしねパズルに不安があるのであればここでマトリフ使ってしまって大丈夫です。ですねマトリフの継承スキルが2ターン変数なので、ボスでねまあちょっと使えたらいいかなっていうのもあるんですけども、まあ全然ね、取っとかないで、マトリフここで一回使っても大丈夫かなと思いますね。しっかりとコンボを決めてあげて、倒していくというところですね。まあしっかりコンボ重視でパズル組みました。落ち込みに行って、しっかりとワンパンで組みます。はい。で、次2段階目ですね。2段階目は、まあ大体3ターンから4ターン。ないしは5ターンかけて倒していくんですけども、まず1ターン目が、闇花火プラスルーレットとなっていて、まあ、ウルトラのね、変換スキルは特に影響を受けない、とか生成なので、まあ、特に問題なく生成できるので、まず1ターン目は普通に殴っていけばいいかなと思いますね。で、2ターン目が操作時間が半減されます。で、そこでね、もしマトリフ使ってなければ、マトリフ合わせてもいいかなと思いますし、まあ、盤面良ければね、そのまま、しっかり 2A3 つぐらい組んであげて、削っていくのもいいかと思いますね。はい。そういう時に削ってます。で、今回は、一応ね、ボスでマトリフの継承スキル使いたいなと思っていたので、まあ、一応ちょっと温存して戦ってみてますね。まあ、盤面もね、悪くなかったので、しっかりと 2A3 つプラス、水ドロップとかも消しながら削っていっております。3ターン目が、暗闇ですね、来るんですけど暗闇を弾けるので、ここはしっかりとパズル組んでいきたいところですね。もし不安であればカリンドラゴンとか使っちゃってもいいのかなと思いますね。で、4ターン目が、コンボ吸収じゃないやコンボ減少ですね。なので4ターン目はねまたしっかりパズルが求められるので、まあ、しっかりと、ここの3ターン目で削っておくといいかなと思いますね。
で、5ターン目が操作時間激減なので、もしね、マトリフそこであれば、まあ、そこでマトリフね、使うでもいいかと思いますね。今回は、特に気にせず、まあ、コンボ現象を上からちょっと殴っていこうというところですね。で、ちょっと1コンボ足りなかったんですけど、落ちコン来て、しっかりと削れました。はい。ここですね。最後ボスというところなんですけど、ボスの注意点は、まず半分時にね、ゆざ波の軽減を、効いていることを確認するというところですね。あとはですね、ウルトラ使ってナッシュ、まあ、ナッシュね、この後使わないので好きなタイミングで使っていいんですけど、ナッシュ使えばウルトラね、2回打つことができて、ウルトラ両方使えばですね、ここ2パンも可能なので、ちょっとね、今回、緊張してってわけじゃないけど、パズルミスって2パンには失敗するんですけども、ナッシュを利用してね、ウルトラ2枚使えば2パンも全然狙っていけます。プラス、あれか、マトリフのリターンヘイストですね、があれば、まあ、2パンも狙っていけますね。で、もしマトリフね、さっきの回想で使っちゃっていても、半分から、ナッシュを使って、ウルトラ2枚使って、削りに行くっていうのもいいかと思いますね。はい。しっかりと削っていきます。ちょっとね、水ドロップがうまく分割できなくて変な感じになっちゃったんですけど、まあいいでしょうと。あとはね、ルーレットが残り1ターンのところで半分に行くと大ダメージ飛んできてしまうので、そこはね、ミスらないように注意ですね。まあ残り1ターンなので、ここは軽い削りでいってます。削りとかも削らないぐらいですね。はい。で、ここでカリンドラゴン使えばよかったんですけど、ちょっとスキル打つ順番間違えて先にウルトナ使っちゃったので、そのまま削りに行けます。ウルトナからカリンドラゴンだとね、機械ドロップ欠損してしまうので、カリンドラゴン打つときはしっかりとウルトナから使っていくというところですね。ただまあ残りの HP がね、もう 50数%というところで、しっかりとね、上から削っていけました。はい。そしたらですね、カリンドラゴン、使ってウルトナでここからはワンパンしていきます。はい、ルーレットが来ますが、まあ、特に問題ないでしょう。はい。で、スキル順番ね、またちょっと、ウルトナから打っちゃったんですけど、まあ、もう一枚ね、ウルトナあるので、焦らず。もう一枚というか、あれか、ウルトナ使い直せるので、ウルトナ使って、2人と行けます。で、機械ドロップがね、ちょっと少なかったんですけど、ここルーレットもあるので、まあ、基本的には欠損はありえないかなというところですね。しっかりと、2ウェイをちょっと多めに決めに行って、いいパズルできましたね。ということで、今回はナッシュ入りのウルトラパーティーで怪物の恐竜を、遊んできました。まあ非常にね、強いキャラというところで、もしね、たまに余裕ある方は交換、もしくはガチャで引いていただけたらと思います。ということで、今回は、この辺で動画を終わりにしたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。